CM の間中ずっとキャッシュレス議論が進んでましたけどね。さあここからはゲストのお二人の気になるニュース深掘りしていただきましょう。まずは室伏さんお願いします。はい、あのじゃん、タイミングが分かんない。財務省、大手マスコミは MMT が怖くて仕方がない。政府が膨大な借金を抱えても問題はないと説く新しい経済理論をめぐって政府関係者の間で議論が起こっています。アメリカの経済学者が提唱したこの理論は MMT 現代金融理論と呼ばれており、麻生財務大臣や黒田日銀総裁らはすでに批判的な見解を示していますが、一方でその可能性を検討する動きもあり、財政再建を目指す財務省は警戒感をあらわにしています。はい、それであのこれもう今、ね、モダンマネタリーセオリー、そうですね、はい、今ねまさにその財務省がうんぬんってことを、まあ、私も書きましたけど言ったように、はい、あの直近の財政制度等審議会の中で資料で徹底的にその財務省がですね、いろんな著名な学者は MMT を批判してるっていろいろ書いたんですよね、ええ、ただね結局それもね、あの専門家に言わせると、あの結局あのなんですかね、語るに落ちるじゃないですけど、あのボロ出してるんだったんです。で MMT って何だろうっていうのはちょっとね、はい、あのあれなんで、簡単にガッと説明をしますと、まず上の方です。もうポイントはここです。あの日米 A のように自国通貨を発行できる政府はデフォルトしないっていうことなんですね。ですからその意味で言うと政府はいくらでも好きなだけ、まあ、支出ができまして、財源の、あの心配は無用だっていうことなんですよね、うん、まあ、ただ一方で、まあ、もちろんそれやったとしても供給力には制約があるんで、まあ、何でもかんでも変えるわけではないんですけども、うん、ということはありますけども、基本的なポイントはまず1点目はそこなんです、うん、で実はこの話下の方に行っていただくと、はい、ですね、財務省もですね自ら認めてるんですよ。これ2002年5月2日にあのこれまだ私役員時代で覚えてますけど、あの格付け会社があの日本の国債をちょっと下げたんです、格付けを、うん、でそれに対する反論として、これまだ他にも書いてありますけど、はっきりと一番最初に言ってます。日本、日米の先進国の自国通貨建ての国債はデフォルトは考えられないって自分で言っちゃってるわけですよ。ここですね、でしかもこの後にちょっとごめんなさい、文字が多かったんで書いてないですけど、日本の国債はほとんどその国内消化で安定的であるとかね、要はその自分たちにとって不都合な真実を海外に対してはですね言っちゃってるわけなんですよ。これ今でも財務省の載ってるんです、まあ、あんまりねこれ言いまくるとね、そのうちあの財務省はホームページが削除するかもしれませんけど、うん、今のうちに見ておいてください。本当に載ってますから僕あの昨日あのもう一回あれをしてですね検索して出てましたんで、であの実際ねそのデフォルト運動の話があるんです。これ先に出しちゃいますけど、もうこういう状況なんですよ。で、この、上がってる方がこれがその政府債務残高だから、まあ、国債、ね、発行残高っていうやつですね。これどん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 上がってますに対して下がってるのないかって、これあの長期国債の金利なんですよ。金利が上がるとかなんか言ってるんですけど、そんなこと絶対ありえないっていうことです。でしかもですね、その財政破綻がとかね、あのどうだこうだって言われ始めたのってもうずいぶん前の時で、確かあの大平さんが大蔵大臣の時ですかね言われてて、その時から比べると、発行残高って今いくらぐらいかっていうと、その150倍ぐらいあるんです。でも一切その財政破綻もなければデフォルトもなければ、金利が上がることも何もないわけです。まあ、要するに現象面から見てもありえない話で、だからその意味で言うと、先ほど申し上げたそのデフォルトしないっていうこの MMT の基本的なところって、これは正しいんだってことが言えてしまうわけであります。でただそれでも最近はそのね、まあ、この朝日新聞の記事なんかそうですけどもね、何を考えとんじゃって話なんですが、いろんな批判があるので一つ一つそれをね、まあ、ちょっとこれ、はい、あの細かい話ができないんで、潰していきますと、まず今インフレになる、あのまず一番最初は財政赤字を拡大すると、需要過剰になってインフレになるんだって言うんですけど、いやむしろ MMT っていうのはその今日本デフレ状況ですから、デフレに対してインフレを起こすためのものですから当たり前なんですよね。ただ要するにあのインフレをあの過剰にならない程度にちゃんと財政運営をしていくというふうなことがポイントになるので、その意味で言うと強いて財政規律という言葉を使えば、財政規律はインフレ率であって、だって 4% ぐらい、そこまでいったらやめればいいだけの話なんです。で単純な話は財政を拡大すればインフレになるわけですから、はい、逆に言えば縮小すればデフレを招くわけであって、ずっと日本はあの財政歳出をあの縮小して緊縮やってますから、緊縮やったらデフレになるのは当たり前なんですね。でその次にこれに関連するものとして、まあ、そんなことを言ってね、こういうふうになってもね、止められないだろうという話なんですけども、それはあのここに書いてある通り、その財政規律で国会の、ね、財政民主主義を縛ることになるから、それ自体がおかしいですし、そもそもあの財政赤字を拡大をしすぎてこういうインフレになったっていうふうなことはですね、先進国にはないんですよね。
じゃあどういう時になったかっていうと、供給能力が破壊をされた後、例えば戦争の後だとか、何かこうめちゃくちゃな内戦になったとかですね、めちゃくちゃな独裁政権が、まあ、めちゃくちゃなことをやったとか、そういうことでもない限りそんなことは起きてないわけなんですよ。ですからね、自治体としてそんなこの批判を言ってますが、批判に当たるようなことは起こりえないし、起こったことがない。これだけそうやって批判が起こらないっていうことは、はい、世界的にもこの流れがもうどんどん加速していくんですか。そうです。実際これちょっとすみません、他にもグラフちょっと出してないんですけど、やっぱり財政歳出をすれば、はい、その分だけ成長してるんですよね。結局見事な相関があって、日本はやってないので成長してないというだけの話なんです。で、あともう一つはですね、これ財政赤字の拡大によって、民間貯蓄が不足をして金利高騰を招くんだっていうんですが、これ完全に事実誤認であります。なぜかというと、それが下でありまして、これ信用創造ということなんですね。で、銀行っていうのは個人とか企業から集めた預金を手元に貸し出しを行っているというふうに考えられているんですが、これ間違いでありまして、銀行が貸し出しを行うことで預金が生まれるっていう、これ信用創造と言いますけど、これが正しい考え方なんですよね。まあ、下にその基調云々っていうことが書いてあるんですけども、でこの話は全銀協の刷新をですね、こういうところが書いてありますし、あとそれからイングランド銀行もそういうことを言っていて、これまた MMT 以前の問題として、これが事実なんです。だからこの批判というのはそもそも全く当たらないと、そんなことは起こりえないということなんですね。で、ということはですね、すみません、ちょっと時間長くなっちゃいましたけど、信用創造ですから、で結局それ今の民間銀行の話がありましたけど、結局これ政府に当てはまると、これ全く同じことなんですよね。これ要するに信用創造ですから、どこかからお金をその集めてきて、それで要つまり税金で集めてきて、何かをするんじゃなくって、国債を発行することで民間側に預金が生まれるっていう現象ですから、でこれがね、すみません、ちょっとこれ、ここだけ見てもあれなんで、こっちでバッと書きますけど、これがこの国債発行のメカニズムでありまして、こういう形で、お金をね、生まれていくわけです。でこれはずっと永続しうるプロセスでありまして、要は日銀の当座預金、これ日本政府の預金というのは日銀の当座預金しかありませんから、それとそれから国債を持っている銀行との間で、お金のやり取りがあるだけであって、でそれを使うことによって、丸4のところ下の方ですけども、民間の側に、企業側に新たな預金が創造されることで、民間の貯蓄が増加をしていくということでありますから、うん、でただ今は日本政府というのは国債発行してるんですけど、財政歳出やってないので、民間の側に預金が生まれてないということで、だから量的緩和だけじゃなくて、合わせてしっかりと財政歳出をしましょうねというふうなことになるんですね。まあ、これがその大まかにも日本に少し当てはめつつありましたけども、 MMT でありまして、だからもうそもそも批判してるもこじゃおかしいですし、確かにでもこの通りに回ったらすごくいいかなと思うんですけど、はい、ただでさえ今でもこう企業側が内部留保とかしている中で、本当にこのいい巡りがなっていったら、企業側がちゃんと国民要は社員のたちの方にお給料とかで流していく構造というのができるんですか。もちろんね、その企業側がお金をその社員に流すということを考えるためには、うん、その税金で貯めないようにさせなきゃいけないということで、うん、法人税率を上げる必要があるんですね。うん、で法人税率を上げるっていうのは何かというと、法人税って結局収益に対して課せますから、お給料を増やして払っちゃえばその分収益減りますよね。はい、その方がいいわけです。つまりどんどん使わせるためのインセンティブとして、その法人税率を上げるところは、今株主の方の配当に回しちゃってますからね。そもそもおかしな話なんですよ。さっき私がね、今さらキャッシュレス化が日本で議論されているのがちょっとおかしいと。私はこの MMT が日本でこれだけ注目されているのもある意味特異な現象である。でその背景にあるのはやっぱりアベノミクスイコール MMT と同じなんですよ。で結局その消費増税、これ違います。それを控えて今その自民党の若手の議員たちがやってるけれども、私は MMT っていうのは理論っていうよりかは一つの政治的な政策であると。つまり全ての経済を国家っていうものが握るわけです。貨幣、そのいわゆる経済権力を政治が握ると、市場が主導するんじゃなくって、これ政府がいくらでもお金発行すればそれで済むんだっていう、お金を発行するのは私はどう見ても経済の専門家ではないけれども、それだ
話が進むんであれば、あの昔の、ね、冷戦時代の、その、なんていうのかな、ね、共産主義国家と同じような、新自由主義の名のもとでの国家権力の、まあ、あり方としては、私は望ましくない。ここが根本ですからね。時間がないんで申し訳ないんだけど、時間ないんで私の話題言ってよろしいですか。でもね、いい。MM、結構今のね、象徴的に MMT なのか、MMP なのかって、セオリーなのか、ポリシーなのかっていう、ね。まあ、MMT の話で、これちゃんとね、だからね、これね、本当面白い。実際なんでこんなに根本的なことで経済学の理論が割れちゃってるのかっていうこと自体でなんか経済学の、それはあのあれなんです、今主流な経済学者からすると不都合な真実言われちゃってるんですね。今何改革がとかね、成果はがとかなんか言うんですけど。